皆さんこんにちは、バカボンパパです。初心者による初心者目線の、RC オフロードカー作成セッティングノートというところことで、今日もやっていきたいと思います。今回の動画では、デザートリザードインターナルスプリングショックというものを、入手しましたの でこれについてちょっとご紹介してみたいなと思います。この箱に入ってます。でも開封はしているので、まあ、開封動画というわけではありませんが、中開けると私が購入したのは、120ミリのショックですね。スプリングとオイルで動作するショックになっておりますと。はい、でこんな感じです。120ミリですね。はい、で通常と言っていいのかはあれなんですけども、ダンパーはこんな感じで外側にスプリングがついて、で押し方向に対して反発する、押し方向に対して反発するというようなものだと思うんですけれども、このダンパーはですね、外側にスプリングを入れるのではなくて、この中にスプリングを入れてからオイルを入れるというやり方になります。まずその中に入れるバネですね、スプリングが長いもの、中くらいのもの、短いもので強力な、まあ、強いバネで、中くらいのバネで、こちらが、弱いバネということで、全部で長さで3種類で、強さで3種類、9種類の、スプリングが付属しています。でその他に、まあ取り付け用のネジとかいろんなパーツですね。であとメンテナンス用の、シリコンのオーリングで、あとは工具ですね。工具がついてます。で組み立て、まあ最初からもう組み上がってるダンパーなんですけども、組み立て図もついてて、これ見ますとですね、ここのオーリングが入るところですね、ここのところにシリコン製のオーリングが二重に入ってるような作りになってますと。であとは先ほどのまたうちの一般的なダンパーと比べると、これもエアレーション式のダンパーなんですけれども、オイル封入してから密閉する時に、ちょっと名称がわからないんですけれども、このキャップの頭の部分にそのオイル抜き用のねじ込み式の穴がありますと。このダンパーについてはそういったヘッドの部分にオイルを抜くような穴がないん でその代わりですね、オイルを入れて、まあ、シリンダーにオイルを入れてから締め込む時に、ここにですね、ちょっとよいしょ、ネジのところに縦に溝がついてて、よいしょ、ごめんなさい、で縦の溝が2本入ってるんですね。でここからオイルが流れ出す、オイルを少し抜けるという形の作りになってます。なので、まだ後でオイルも入れますけれども、オイルを入れてこれを締め込んで、ギューッとしっかり締め込まないで、まあ、途中でやめてシャフトを締め込んだ時に、先ほどの溝からオイルがこう流れて、でその状態で完全に締めますというようなやり方になります。でですね、あと面白いのは、こういった外にスプリングがあるようなダンパーですと、押し方向にしかスプリングって作用しませんよね。両端が固定されているわけではないので、伸びてもそれを元に縮めるというような作用はなくて、押しの方向にしか作用しないと思いますと。こういった形式のダンパーで、引きダンパー、ドループ型のドループ式のダンパーを作るとなると、オイルを入れた時にシャフトをすっかり中に入れて、そこでここの穴を密閉することで、中を陰圧にしてドループ式引きダンパーを作ると思います。ここ引くと戻る、引くと戻るっていうようなダンパーを作ると思うんですけれども、これはですね、もちろんそういったオイルの陰圧も作れるんですけれども、もう一つですね、面白いのが、
豆ですね。豆をちょっと入れます。スプリングを、こっち、こんな形で入れ込むことで、引きダンパーが作れますと。はい、もちろん、普通の制圧の押しダンパーというのを作ることができて、シリンダーに豆を入れて、押し込むことで、制圧のダンパーを普通にもちろん作れますと。で、こちらにスプリングを入れることで、陰圧のダンパーも作れますと。締めて、オイルを入れたとして締めて、これで陰圧のダンパーが作れますと。というものですね。はい。なので、オイルだけの陰圧でドループ式引きダンパーを作るのではなくて、バネの力も使えるというのが特徴なのかなと思いますと。実際に、ちょっと中途半端に余ったオイルがあるので入れて動作を確認してみたいなと思います。で、入れるオイルは先ほどこれ1本で入ってるので、はい、まず制圧の、ダンパーを作りたいと思います。バネ入れて、シャフトを入れる前に、この余ってるのが、余ったシリコンオイルが、CST の500番で WT 換算で、多分 WT40 ぐらいの硬さのダンパーだと思いますと。そのオイルをこう入れまして、で、はい、オイルを入れてねじ込みますと。で、すっかりねじ込まないで、3ミリぐらい余した状態で、まだ溝が見えてるんですね。さっき説明した溝が。で、この状態で、よいしょ、ちょっとずらしますね。この状態で、少しゆっくりと、シャフトを、していくと、先ほどの溝からオイルが流れてきます。締め込んであげると、制圧の押しダンパーができますと。ゆっくり戻りますね。こんな感じです。で、次にドループ式のダンパーを作ってみたいなと思います。で、ドループ式はもう先ほどセットした、こちらにバネがセットしたのがあって、この状態で同様にオイルを入れてきますと。で、先ほどのドループ用に作ったこのシャフトを入れますと。引きダンパーの時は、何度もこれ登場しますけども、一般的なダンパーで陰圧を作る時は、しっかりシャフト入れてから、オイルを抜いて密封すると思うんですけども、それでシリンダーの中陰圧にできると思うんですけれども、こちらの場合は、ある程度バネの力で、シャフトを引き方向に戻すことができるので、そんなに向きになってシャフト下まで押し下げなくてもいいのかなと。せっかくだからすっかり下げて陰圧を作ってからにしたいと思いますけども、あまり神経質にシャフト下げなくても十分トループダンパーになるのかなと思います。来ました。これで、引きダンパー、ドループ式のダンパーがバネとオイルにより出来上がりましたと。これでやると、ゆっくり戻ります。さっきのバネの時よりオイルが入ってるので、戻りがゆっくりになってると思います。こんな感じで引きダンパーもバネとオイルの両方の力で作れるということで、結構使える
ものなんじゃないかなということで紹介させていただきました。スプリングを使わないただのオイルダンパーがどんな感じに動くのかっていうのもやってみたいと思います。これ今スプリング入ってない状態でオイルだけフルに入れてますと。すぐ入れてネジをして、で完全にここがまだ隙間あるうちですね、完全に締め込まないで隙間を作っておいて、先ほど冒頭の方で説明した溝からシャフトを下げてオイルを抜いていきますと。でオイルCST の300番、 WT27 番ぐらいの強さですけども、ちょうどいい感じに抵抗ができますね。もともとあった普通のこういうダンパーを正のダンパーとして、でそれに対するセカンド2つ目のダンパーを組み込むときに、オイルだけでこれを合わせて使ってあげるのもいいのかなと。密閉度が高いので本当にオイルダンパーとしても結構程よい抵抗で動いてくれますね。デザートリザートインターナルスプリングショックっていうダンパーについて、説明させていただきました。はい、以上で今回の動画は締めたいと思います。引き続き初心者による初心者目線のハルシオオフロードカー組み立てセッティングガイドよろしくお願いいたします。